ラインローラーのメンテ頻度と交換頻度を教えてください。ラインローラーはで、東京ワンオークの中で釣りしてる範囲で言えば、えー、メンテナンスはほとんどしないです。交換頻度も年今,今の2 2 e x i と2 3 e a r i 今メインで回してるんですけど、 そこだけで言えば一年、まあよく使うモデルで半年ぐらい持ってますね。そこで交換してるって感じです。でメンテは、まあ、いわゆるこう潤滑油さすこともあるんですけど、ほとんどの場合は、ウェーディングとかで相当ね、塩かぶったとか、ボートで塩波ガンガンかぶった時以外は、もう水、水洗いもしないか、さらっとかけるぐらいですね。で終わらせてます。はい。 でもまあこれはね、あの、いつも思うんですけど、いろんな、まあ個別の事情っていうんですかね、それも大きいので、で自分はその、どうしても、こう自分みたいな立場だと、なんだ、テレビでシャリ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 ってやっちゃうとね、ダメじゃないですか。だから、基本やっぱり常に予備機があって、どんどん変えて、ちょっとでもそういうのが出てきたら、メーカーさんにね、送ればメーカーさんがオーバーホールしてくれたりするので、 まあそういう点でね、はいあの、自分はちょっと区別化のケースかなと思ってます。